の、カズチャンネルレーザー読み、パチ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 、はい、一月ぶりですね。はい、こんにちは、こんばんは、カズチャンネルレーザーのカズです。今日を、はい、読みでも紹介するのは、また僕のレーザー、黒木マリアの永遠の歌姫です。タッチミー。これは2008年でしたっけ？そうね、2008年です、ね。はい。ああ、いいですね。ピンクで綺麗ね。うん、これね、まりちゃんのね、なんかすごい、ね、愛らしさがね、多分25歳ぐらいぐらいじゃないかな。あ、でも彼女は永遠にあれじゃないですか。永遠の話ですね。そうです。こんな感じになってるかな。あら。すごいね、これは。なかなか見れないじゃないですか。そうだね。ノーサス的なだけど、まだ可愛らしさも、彼女もね、あどけなさが残ってるというかね。10月28日だっけな。そうですね。誕生日。やっとね、21歳。ああ、この間配信良かったですね。21歳になりましたもんね。うん、そうですね。なんかね、彼女もね、なんかあの、バラードとか、アップデートの曲もね、うん、新曲ね、いいですね。そう、こんな感じ。配信すごい良かったですよね。いや楽しかったですよ、もう。ずっとね、配信をね、なんとかね、時間合わせてね、見ましたよ。よかったですよね。オンライン配信だ。本当楽しかった。ねえ。さあ、まいちゃんこんなくん、あれだったもんね。あいちゃんになってましたもんね、ハイバル。今日はね、ちょっとみんなのためにね、オレイズ歌ってみましたね。あ、カズチャンネル登録、カズチャンネルレーザー登録の上、ぜひともご覧くださいませ。ね、いや結構ね、オレイズは結構激しかったからさ、アップデートの曲だからさ、うん、まあ、ライブであれだもん、定番だもんね。そうみんな腕ね。ぶん回してね。みんな腕をぶん回すけど結構疲れるからね。タッチミー、それもタッチミー出た時ですよね。タッチミー、そうタッチミー、あのあれですよ。M ステ初登場の時ですよ。もう懐かしいです。あのタッチミー、アルバムの曲なのにほらね歌ったから。まあ今ちょっとこの曲とかいろんなアニメの曲をね歌ってるから。そう今あれですよね。なんでこんなあのマイちゃんが多いかっていうとあれですよね。あの。コロナで自粛してた半年分あれですよね、埋めてるとこなんですよね、今。そうで今月確か、今月というか、今日のは8月の分でしたよね。そうねだから、そう、結構もう急ピッチで、あの、詰めてる感じです。ここ、あれですよね、また近々来ますもんね。ですね、一応ね、うん、僕の目標は、12月までで全部、そうですね、12月分を埋めたいですよね。多分1月とかの新年までには、で、ねうん、今月だから8、9、10で取っちゃえばいいんですよね。そうですね、10月分までね。12月で11、12月分取って、そうですね、そうすればやっと追いついてね。ただあれですよね、コロナですから、でまた東京がほら昨日とといと300人台出ちゃってて、ね、まあだからこうやってほらカズチャンネルレーザーのちゃんとほらマスクしてますからね。あとみんな手洗いもしてね。そうですほんと手洗いね、まあ、あとこれはまあ僕じゃないですけど大阪の人、うん、まあ、普段札幌の人も、うん、なんか今ね、うん、新型コロナウイルスでなんかすごい ね、 そうですよね、あの増えてるらしいけど、あですよ、ね、まあかかった人も、うん、まだ気をつかないで、うん、未来への課題、そうですね、本当、そう未来のため の、 あの試練というふうに思ってあれですね、油断しないでください。あとね、ちょっとこれ告知なんだけど、はい、皆さん多分もう入会してると思うんだけどね、ここ、あ、はいはいはい、ここね、あ、あれですね、myk.net、はい、これね、多分ね、あのコーナーとかでね、そうですね、行けなかった人とか、はい、ちょっとあのコーナーで自粛しちゃってね。更新できなかった人もね、いると思うんですけど、そうですよね、もし、またね、まいちゃんのことを思ってね、まあ、更新をね、うん、したいとか、あ、ぜひともね、私も入ってみよう、僕も入ってみようって人いたら、うん、ここ、新規入会も更新もね、できますからね、復帰の方もぜひともね、これはね、僕もね、入会してみたんだけど、うん、これ、まいちゃんから、バースデーカードとか、 ありがたいね、嬉しいね。あのまあこれは届かないんだけど、うん、あのハチなんか開放的なね、あ、開放がね、雑誌がね、うん、いいですよね。届くんでね、ファンクラブ通信ですよね。これは、あ、そういえばあれですよ、1年ぶりのあのほら去年行ったじゃないですか、ファンクラブイベントライブ。あ、行きましたね。12月か、あの今年も12月8日あの配信ライブ、また冬の曲限定みたいなのやるみたいですよ。これもあれですよね、これ入ってないと見れないから、ぜひとも入会の上、ご覧いただきたいですね。12月いけるかな、いけないでしょ、だって配信ライブだから。12
12月8日ぜひともあの家であのスマホとかで見ていただいて、ね、ただこれを入らないとあれですからね。そう、このねファンクラブに入んないと見れませんよ。そうなので12月8日またあの配信ライブやりますから、すごくいい感じになると思いますので。多分ね、究極だったら何が見えた、うん、結構ウィンタープレズとか ね、 多分ね、私はあのあれですよ、あの洋楽のリクエスト出しましたよ。まいちゃんも私も好きなホイットニー・ヒューストンをちょっとリクエストしてみました。ぜひとも歌ってほしいです。ランというボディーガードの曲なんですけど、そう、もう20年前それ、あ、まいちゃんもそれ好きなんだと思ってすごい嬉しくて、それをあのメッセージとともに送っときました。ランというぜひとも歌ってって歌ってくれたら超嬉しいです。僕はね、何かな、やっぱりね、サナン尽くしで来てるとやっぱり白い雪とかいろいろありますもんね。白い雪かな、うん、あ、でも風じゃないらあれじゃないですか、次白い雪とかね、ウィンターベルとか、まだ冬のコナンの歌あるからぜひともね、やってほしいですね。まあ、やっていく感じです ね、 ね、まああと皆さんね、やっぱ今の時期は、まあやっぱコロナ流行ってるんで、うん、新型もあるんで、結構ね、俺もね、今毎日ね、やっぱ毎日の曲聴いてるんですよ、うんうんうん、で結構ね、やっぱ毎日の曲聴くとね、結構ね、やっぱりね、感情は違いますね。そうですね、勇気づけられるしね。なんだっけな、まいちゃんの最近歌ってる曲何でしたっけ。まいちゃんの最近のはもう、最近リリースなけどあれでしたよね、ブランニューデーのニューバージョンもあったし、あ、チャンスフォーユーね、この間配信歌いましたよね。あれ結構ね、僕ねいいでしたね、サビで見るのが好きなんですよね、うん、この間だけどあれでしたよね、なかなかいい、あの上位3曲選んで、ハロウィンのライブもあれなかなか良かったですよ。不思議の国とか、あれ K チャンネルがすごい大好きな歌で、 あれ K チャンネルにまた見てもらいたいな、すごい好きな歌歌ってましたよ。結構お宝の曲でした。見たけど、うん、やっぱね、そういう可愛かったね、あのハロウィンの格好もね、良かったですよね。まあね、ああいう格好してくれないから普段ね、ね、普段ということで、そろそろあれですか、締めます。そうですね、皆さんぜひ今日はまたまいちゃんの読みでしたけど、この後またあの実況動画とか載せますからね。そうですね、ぜひとも。今日は皆さん、あとは、あ、大学もありましたよね。大大冒険もまたね、そうですね。前ね、ちょっとね、うん、あの、バーコードのね、スキャンがね、わかんない。そう、その辺もあの、また紹介してもらいますから。ちょっとね、あの、なんとかね、わかったんで、ぜひとも、あの、カズチャンネルレーザー登録の上ね、そうぜひとも、あの、目指せ、1000ですからね。もうちょっと頑張ってくださいって感じですよね。もうちょっと頑張れ頑張れ。もうちょっと1000回ないので。